有名自動車メーカーとの大規模コラボレーション。タクティカルアイテムとファンタジーバトルロイヤルの復活、パッチレポート 30.2 をお届けします。ランボルギーニとのスペシャルコラボレーション、コラボアイテムも登場です。期間限定でクールの車両スキン3つとアイテムを手に入れられます。衣装スキンもありますよ。スキンには独自の新機能があります。詳細はコラボレーションのお知らせをチェックしてみましょう。次に3つのタクティカルアイテムがアップデートされて戻ってきました。タクティカルバッグ、 EMT ギア、オールインワン修理キットです。入手するとメインまたはサブスロットに入ります。タクティカルアイテムの復活は以上です。皆さんの感想を教えてくださいね。ついに待望のファンタジーバトルロイヤルモードが伝説の復活を遂げました。これなら私もできそうかも。ファンタジーバトルロイヤルでドラゴン島を訪れ、魔法と混乱を解き放ちましょう。好きなクラスを選び、クリスタルを集めてスキルレベルを上げ、最後まで生き残りましょう。強力なバーバリアンとして凶悪な接近攻撃を行い、鷹の目のレンジャーとして遠くの敵を倒し、強力なウィザードとして世界を燃やし尽くし、正義のパラディンとして敵を打ち倒し味方を癒すのです。今回もノーブルスティードとドラゴンワゴンが旅をサポートします。少しスピードが遅いため急ぐ大切さを身に染みて理解できるでしょう。ファンタジーバトルロイヤルはアーケードで、 PC では7月24日から8月7日、コンソールでは7月31日から8月14日までです。その他にも QOL 改善やパフォーマンスの向上、マップの不具合修正も実施しました。詳細はパッチノートをチェックしましょう。まもなくアップデート 30.2 が登場します。ランボルギーニに乗り込みドラゴン島へ向かいましょう。ボンブがお届けしました。